平野紫仕様の脱退からの新たな挑戦。黒島結菜のキャリア展望。今年4月から9月まで放送された NHK 朝の連続テレビ小説、ちむどんどん。このドラマは、黒島結菜さ,さんが演じたヒロインの信子や、その兄である、ニーニー、こと研修、リュウ・セイリョウさん、など、様々なキャラクターやストーリーの得意性から、放送後にはネット上で、 ちむどんどん反省会というハッシュタグで盛り上がる事態が巻き起こりました。このちむどんどん反省会はその独特な要素から2022年のユーキャン新語流行語大賞の候補35にもノミネートされました。主催者は毎朝のドラマの展開についてワクワクよりもドキドキして心配になるという声が多かった。 とコメントしましたが、その反響の大きさが伺えます。一方、この、ちむどんどんでの黒島決裁さんの演技が評価された一方で、ドラマ自体のストーリーが雑であるとの指摘も多く、批評的な声も存在しました。このような状況から、黒島決裁さんは新たなチャレンジに取り組むこととなり、TBS 系ドラマ、ロサギに出演することになりました。 黒詐欺では前作とは全く異なる役柄を演じることになりそれを通じてチム・ドンドンでのマイナスイメージを払拭し新たなファン層を魅了することが期待されました。しかし第一話終了後、SNS 上では、やつれたチム・ドンドンの好意消化といった感想が目立ち、黒島決再三の新たなドラマへの挑戦が厳しいものとなってしまいました。 そして、11月4日、驚きのニュースが飛び込んできました。それは、クロサギの主演を務めるキング・アンドブスの平野志陽さんが来年5月にキング・アンドブスを脱退し、ジャニーズ事務所も退場するという発表でした。この発表に、テレビ式者たちは驚き、ファンも動揺しました。11月4日に第3話が終わったばかり、キンプリファンからは、 せめて最終回の後に発表して欲しかったとの声が出ています。一方、黒島決裁さんは、ちむどんどんで叩かれ、新規一転を図ったこのドラマでも、騒動に巻き込まれてしまったわけですから、とことんついていない。同情しますよ、と、テレビ指揮者はコメントしました。この出来事が、黒島決裁さんにとっては、さらなる試練となりました。 彼女は演技力や魅力において多くのファンから指示を受けていますが、ドラマ運には恵まれていないようです。その背後にある要因や、黒島決裁さんと平野志耀さんのこれからについて、詳しく探ってみましょう。平野志耀の脱退発表とその、まずは11月4日に発表された平野志耀さんの脱退について詳しく見てみましょう。 平野ノシさんはキング・アンドプスのメンバーとして、ジャニーズ事務所から数多くのファンに愛されてきました。その彼がグループから脱退し、さらにはジャニーズ事務所自体を退除するという衝撃的なニュースでした。この発表に対して、ファンからは驚きや悲しみの声が広がりました。特に発表のタイミングが、 黒サギのドラマ放送中であり、第3話が終わったばかりだったことから、多くの人が疑問を抱きました。なぜこのタイミングでの脱退発表なのか、その背後には何があるのでしょうか。脱退発表に関する公式なコメントは、平野志陽さんやジャニーズ事務所からはまだ出ていませんが、一部メディアは関係者の匿名情報に基づいて報道を行っています。 それによると、平野志耀さんは芸能活動において新たな方向性を模索しており、個人としての活動に注力するために脱退を決断したとされています。また、ジャニーズ事務所を退所する理由についても、平野志耀さんの今後のキャリアに関わる大きな決断であると考えられています。 ジャニーズ事務所は多くのアイドルグループをプロデュースし育てるための環境を提供してきましたが一度その枠を離れ独自の道を歩むことを望むケースも少なくありませんこの脱退発表は平野志洋さん個人の進化とキャリアの新たなステップを象徴していると言えるしかしファンからはグループから離れることに対する寂しさや 今後の彼の活動に対する期待が高まっています。平野志耀の脱退と黒詐欺への影響を。を平野志耀さんの脱退発表が黒詐欺の放送中に行われたことから、このドラマへの影響も注目されました。黒島結祭さんは黒詐欺で新たな役柄に挑戦し、自身のキャリアをさらに高める機会と捉えていました。 しかし、平野紫耀さんの脱退発表により、ドラマの評判にも変化が生じました。第3話までが放送された時点での脱退発表は視聴者やファンにとって衝撃的でありその影響がドラマにも及びまし、一部の視聴者からは、平野紫耀さんの脱退に焦点が当たり、ドラマ自体が二の次になったという声が寄せられました。 また、平野耀さんが、黒詐欺の主演であったことから、ドラマ自体の宣伝や注目度が高まっていました。しかし、脱退発表により、ドラマの評価が平野耀さんの個人的な事情に集中し、ドラマ自体が渦漏れてしまったという見方も存在します。黒島決再三は、ちむどんどん。 での批判的な評価から立ち直り、新たな作品での活躍を期待されていましたが、この脱退発表により、再び不運な状況に巻き込まれたと言えるでしょう。彼女の演技力や魅力は高く評価されていますが、ドラマ運には恵まれていないという印象が強まりました。黒島ケツナの、ちむどんどん、からの出発点。 チム、ドンドンでの黒島決裁さんの演技については賛否両論が存在しました。一部の視聴者からは彼女の演技に対する批判が多く寄せられ、特にドラマのキャラクターやストーリーに関する不満が強まになりました。このような批判に直面した黒島決裁さんは、その後のキャリアにおいて新たな出発を図ることを決意しました。TBS 系ドラマ、黒詐欺では、 犯罪者を装いながら悪党を仕留める復讐者としての役柄に挑戦し、その演技に高い期待が寄せられました。彼女は、チムドンドンでのマイナスイメージを払拭し、新たなファン層を魅了することが期待されました。しかし、平野志耀さんの脱退発表により、再び厳しい状況に立たされることとなりました。黒島ケツナの今後のキャリア展望。 黒島決再三は苦境に立たされた状況から今後のキャリアについてどのように展望しているのでしょうか。彼女はチムドンドンでの批評や黒詐欺での脱退発表による影響にもかかわらず演技力や魅力において多くのファンから指示を受けています。彼女の今後のキャリアについては以下のポイントを考慮することができます。新たな挑戦。 黒島決さんは演技力において高い評価を受けており、今後も様々な役柄に挑戦し、幅広いジャンルで活躍する可能性があります。彼女の演技力を生かした新たなプロジェクトに注目が集まるでしょう。ファンの支持黒島決さんは多くのファンから支持を受けており、そのファン層を維持拡大することが彼女のキャリアにとって重要です。 ファンとのコミュニケーションや新たな作品での活動を通じて、ファン層を育てる取り組みが期待されます。ドラマ選択の慎重さ、彼女が今後出演するドラマや映画の選択は慎重に行われるでしょう。ドラマの脚本やキャスト、制作陣などに対する検討が重要であり、成功に向けたステップを踏むことが必要です。国内外での展開。 黒島決再三の活動は国内にとどまらず、国際的な舞台でも注目を浴びる可能性があります。日本国外での映画やドラマへの出演、国際的なプロジェクトへの参加など、幅広い展開が期待されます。黒島決再三は、今までのキャリアで数々の評価を受け、演技力や魅力を持つ若手女優として高く評価されています。 しかし、一部の批評やドラマ運に恵まれない状況も経験してきました。平野志耀さんの脱退発表が、黒詐欺の放送中に行われ、ドラマへの影響が懸念されましたが、黒島決さんはその厳しい状況に立ち向かい、今後のキャリアに向けて新たな挑戦を続けることが期待されています。 彼女の演技力と魅力には多くのファンが魅了されており、その指示を背にさらなる成功をつかむことでしょう。さらなる。